まあ、酒の答弁、要するにその2億500万をいろいろ学校光熱費、子ども施策に使ったって言ってます。で、学校光熱費は1億2000万活用してるわけなんです。で、これなぜですね、学校の光熱費をこの子育て世帯に負担させるんですかと。で、こんなひどい自治体、これ全国においてあまたある自治体のことで、我が千葉市だけですよ。これね、あのスライドをご覧ください。千葉市の主な転出超過についてちょっとお示しをしているんです。高温市の人口定数の多い自治体、子ども医療費負担が無料、これ四街道市が1位なんですよ。ご覧の通り389で、近隣もしてない流山市が今や3位になってる。この子育て支援策の影響で、この子育て世代に選択されない状況っていうのは、これ税収の面からもですね、マイナスであります。で、私のもとには、あの多子世帯の方からですね、学校給食費を第3子やっていただいた、それでもう一人出産することを決めました、まあ、こういう嬉しいお声も届きました。子育て施策の充実や、この出生率や人口増収増につなげるために、さらなる施策展開が必要であります。そこで2点伺います。千葉県が第3子以降の学校給食費無償化する予算を9月県議会に提案をしております。今後千葉市にもこの第3子以降の給食無償化の財源が一定区分これ措置される。で、国の公金も大胆に活用していただいてですね、給食費無償化拡充に今こそ取り組むべきではありませんか。またもう一点は、県内唯一の子ども医療費薬局負担窓口、これ多子世帯や持病がある子どもを抱える世帯が流出してしまって選ばれない都市となることは大きなマイナスではありませんか。子ども医療費薬局負担無料化2億円回数制限上乗せには1億円ですよ。で、多額な財源が必要だって言った高校生だって2億円で可能なんです。ぜひこれ大型開発予算の一部を見直して、子育てするなら千葉市のための予算編成をすべきであります。再度市長に答弁を求めたいと思います。学校給食費の無償化については、まずはこの第3子以降の学校給食費無償化を定着させて、この制度の安定的な運用に取り組んでまいりますが、さらなる無償化の拡充については多額の費用を要することもあり、子育て支援施策全体の中で他の施策との優先度も見極めて総合的に検討していく必要があると考えております。はい、最後3回目あります。あの子ども医療費について、それではご覧ください。明石市のですね、これあの施策、子ども医療費高校3年生までの無料化、給食費中学生の無料化、5つの無料化で9年連続の人口増、出生率 1.7、税収8年32億増です。で、もう一個見てください。これ流山市との出生率比較、千葉市は下がって流山市は上がっています。最後市長に改めて伺いたいんですが、人口減少を止めるためには今こそ子育て支援に最大限予算を配分すべきと考えますが、どうか。また子どもさんが持病を持ち世帯や多世帯が子ども医療費負担増に苦しんでいます。まあ、どうかですね、子ども医療費の負担軽減に取り組んでいただきたいと思いますが、最後市長の思いをお聞かせください。子ども医療費につきましては、まあ、月額上限に関しまして、県から令和5年8月からの導入を目指すという大まかな方針が示されている状況であります。まあ、正式に決定された際には、まあ、県をはじめとする関係機関との調整を図りながら適切に対応をしてまいります。まあ、引き続き、子育て家庭の負担軽減を図れるように、国や県に対しまして制度の拡充や創設について粘り強く要望をしてまいります。以上でございます。